コラチューラドゥレスクは、ルーマニア生まれフランススイス在住であった現代、音楽の作曲家。1942年、ブカレスト生まれ、母国ルーマニアで、ステファン・ニクレスクに支持し、ブカレスト音楽院で修士号を得た。ガンで、闘病生活中であった2008年に、パリで隠し。作品リスト開始直後の、ピアノ・ソナタ第一番作品6で、すでに東博リズムを採用し、 聞きにくい、共鳴の和音を使うなどの個性は、後年の作風にも共通するものの、本格的な作風の開花は、ダルムシュタット書き講習会への参加の後、その地で、カール・ハインツ・ストックハウゼンの、シティムングを聞き衝撃を受けてからになる。法事バイオンの揺らめきに興味を覚えた、彼は、チェロアンサンブルのためのクレド作品級で現実にはない、疑似気温から第四バイオンまでを算出して、 ジェロの高音域に漂わせて、再初期の個性を確立した。その後もピアノの変速長弦や極端な特殊奏法の連続で微視的な音響を追求した。9つの弦楽詩重奏のために書かれた弦楽詩重奏曲第4番作品33では、フィボナッチ数列比をオクターブに厳格に適用して、単純な四分音とは全く異なった微分音を探っていく。 音程にのみではなく、リズム、楽器法や、全体構成にまで、フィボナッチ比が完璧に及んでいるために、素材全体が比率で締め付けられている印象も高い。一方で、チェロ独奏のための、他の作品49では、一切の難解な操作を排して、工事オンを生のままで聞かせる。倍音のみで、アラビア語圏やインドのような可用性を提示するあたりに、 非西洋文化への偏愛が読み取れる。ラドレスクの個人語法は、常時作品43にて比類ない水準で完成した。40分以上の切れ目ない持続の中で、同じ音色や楽器法の組み合わせが重複されることなく、万華鏡のようにバイオン成分が次々と入れ替わる技法は、本作品以降も継続する。クラリネット重装のための、 主観的時間作品42では、クラリネットのパートは、ほぼ単一の音名に、セント単位の微分音が細かくまとわりつく様を正確に寄付しており、聞き込むうちに、クラリネット特有の倍音構成から、耳障りな騒音が聞こえてくる。この耳障りなノイズも、前衛の世代のようにストレートに排出するのではなく、理論的算出から自然と聞こえてくるのを好んでいる。フルートオーケストラや、 サックスオーケストラのための作品でも通常とは違う、微分音の追求は変わらなかった。この点に、死のニクレスクのように4分音にこだわり続ける、態度とは、差異が見られる。オーボエダモーレとピアノのための、アニマエモルテカレント作品85では、分子で8分音、アンブシュアが8段階なのだから、理論的には64分の1音が可能だろうという、極論に至っており、 ほとんど知覚できないくらいの線と比をうろつく大声に変則長弦のピアノが絡む。これらの創作姿勢をオリビエ・メシアンは絶賛し、それがきっかけで長らくフランスに泊まって仕事をしていた。1980年代にはグランドピアノを横に倒して様々な角度から引っかいたピアノの弦の音色をマイクでピックアップして生楽器に混ぜるサウンドイコンを考案した。 アンゴロディビの作品87はおそらく彼の理論的追求の最も深い部分を味わうことができる終作である。電子メディアを用いる際にも必ず生楽器を何らかの形で増幅するなど晩年の類似能のようにピュアな電子音は一切使われることはない。現代音楽の流行を追うのではなく古代音楽の理論を探っていくかのような探求が新しい音響につながる音楽は 世界でもほとんど例を見ない。サウンドプラズマ未来からの兆差しの音楽は、自身の作曲理論書としてエディションモデルにより、出版されていたが、正規のテクストの上に、本人の鉛筆の落書きがあるなど、単純な読み物としても楽しめる構成になっており、話題にこと書か,かなかった。ラデレスクの言ってきた実験は、管楽器や弦楽器には適しているが、ピアノなどの鍵盤楽器には、 適用が難しかった。だが、クリステ・エレーゾン作品69などのオルガン曲での思考を経ている過程で、生涯の片腕となる、オルト・ウィン・シュ・トゥーマートであった。彼の音色を最新まで聴き届ける演奏に感激した、ラドゥレスクは1990年代に美史的一辺倒であった創作を転校して、はるかに平易なイディオムの積み重ねによる3曲のピアノソナタを、 老子そなたとして完成させた。ここでのラドレスクについては、ついに彼も、調整の軍門に下ったという、厳しい評価もなされているが、美学上は、以前の作品と何ら変わりはなく五拍子の連続、延々と連打される低音、複雑な共鳴構成などは依然健在である。ラドレスク・モラ・モンテヤングと、同じくスタインウェイを嫌い、可能な限りベーゼンドルファーを使用するように、 要求している。必要な連打音は何も、ラドレスクだけではなく、フラギスミロリオや、コスチン・ミレアヌなどの東欧の作曲家と変わらないが、かつてのビオラ作品と同じように、フィボナッチヒのみで、連打音を数え続ける芸風は維持していた。ルーマニアの民謡が採付された旋律を生のままで、使うという態度も初めて聞かれるようになったが、最初に提示した10から20くらいの民謡を細かく、 グループ化して、クライマックスで同時に重ねるなどの緻密な操作からは、叙情や短尾はそれほど感じられない。この時期から題名に直に引用するほど、東洋思想への系統が顕著となり、ビザンツからインド、そして中国へ興味の対象が移り変わるのを正しい歩みと信じて、疑わなかった。ピアノ競争曲作品90は、 ラドレスクが最も影響を受けた作品と併演する形でドイツで初演された。アルノルト・シェーンベルクの5つの還元楽曲、敬愛したオリビエ・メシアンのクロノクロミーで前半を締め、後半に自作のピアノ競奏曲をソリストにシュトゥーマーを配して聴かせた。これは音色とリズムを追求した彼の自助伝のようなコンサート構成となった。ピアノパートは テクニック的には平易で、名人芸が与えられておらず、もっぱら音色と和音を聞かせることに終始する。この作品も、ルーマニアの民謡をそのまま随所で用いているために、聴覚的にはわかりやすい。しかし、第三楽章で PPP で、ファゴットがポリテンポを聞かせたり、ピアノソロの単音の上に聞き慣れない、弦楽器のバイオンが霧のように浮かび上がる様は、 ラドレスクのこれまでの創作姿勢そのものである。楽器法は常にフィボナッチ比で統括されるために、トゥッティは第四楽章の一回しかない。LV という指示が次のセクションの音響と絶妙に混じり合うのも確実に擬似基音上の部分音が計算された上で用いている。なお、ピアノソナタとピアノ競奏曲は全曲の録音がネオスからリリース及び再リリースされている。 ダルムシュタット化期現代音楽講習会の講師の常連となる前年の1983年からシュトックハウゼンと同じく自分の音楽のための楽団ルチェロアンサンブルと出版社ルチェロインターナショナルを設立して自作の正当な解釈が極めて少数の演奏家に正確に届けられることを義務付けたこのため彼の楽譜代は10分程度の作品でも1万円を超えるなど 破格の価格設定となり、挑戦する演奏家の偏りを招いている。常に自作の演奏に厳しく目を光らせており、ルチェロインターナショナルマスタークラスでは世界中から招待されたソリストが受講生へ正しい演奏法を伝授していた。ヒリアードアンサンブルとルチェロアンサンブルが初めて共演することとなった灰の水曜日作品108においても、 伝統的な天礼音楽とバイオン作曲法とが一分の隙もなく調和し、完成度は依然として高い。同傾向の作品を乱作するのを止めて、1年に1作か2作の割合で大規模作品を完成させる方針を取っていたため、スイスのモントルーからはほとんど外に出ることはなかった。晩年は、アレクサンダー大王の生涯を語るオペラの作曲が中心となった。 最後に発表されたピアノ・ソナタ第6番作品111の副題名は高原への回帰であった。現在は2008年当時ラ・ドゥレスクの妻であったキャサリン・マリエ・トンネルが全作品の判権管理を行っている。ありがとうございます。